よし。こんばんは。すごい。祝福されてる。祝福ムードでーす。100日記念日です。みんな毎日ありがとうございました。なのでね、今日は後ろのギャラリーも、気持ち多めにしてます。100日記念日ということで、皆さん盛り上がっていきましょう。お、きょうちゃんの連来てくれんの？待ってるよ。そう、明日なんよ。明日からなんですよね。きょうちゃん投票した。ありがとうございます。嬉しい。結婚して、今ね、100日お祝いしなあかんから、ちょっと忙しくて無理ですね。結婚して、ちょっとお祝いしないとあかんくて、それよりも忙しい。残念だな。忙しいんだ、今日は。毎日アイドルね。ちょっと待ってください。100日おめありがとうございます。なんか結構今まで、ゆるゆるとね、配信してて、できて10日とか、最近やってんなーって思っても、言うて10日とかやったんですけど、なんかもう気づいたら100日来てました。イエーイ。100日ということで、じゃじゃん、ハーフツインしました。リボンもつけました。かわいいでしょ。ハートありがとう。この配信のためだけにハーフツインにしました。愛おしいでしょ。ね、かわいい。100日おめありがとう。バーイ。珍しくね、ハーフツインしました。あんまり普段やらないんですけど。あ、ミラボありがとう。100日なので盛り上がっていきましょう。結婚してちょっと忙しいです、今は。やっぱね、それよりも今日100日パーティーが先ですね。今日の追加はね、後で見ようと思って忘れてましたね。まだ見てないです。100日おめありがとう。すごくお祝いムードで楽しいです。そう、明日から始まるんですよね、トーク会が。びっくりした。だから、あ、明日よってなりました。知ってたけど、マシュマロありがとう。あえて突っ込まんとくな。 100日おめありがとうございます。あ、だから今日は、配信、違う、カラオケでもしようかなと思ってます。やばいやばいやばい。マシュマロありがとう。100日おめありがとうございます。そう、カラオケをしようと思います。今日は早めにね、カラオケしたいと思います。ちょっと集中しますね。ごめんなさい。今日も可愛い、大好きということで、カラオケしたいと思います。え、てか今日つむつむで最高記録出せました。だけど、自分のなんか力じゃなくて、あれなんですよね、アイテム使いまくったやつだから、これまたあれなんですよ。何、納得いってないと言いますか。え、だけどね、充電ないんですよね、今。え、そう、アイテムパワーの力やから、ちょっとあんまり自分では認めてない。 やっぱ自力じゃないとあかんよな。わかる。初キャッピー楽しみにしててね。髪型何にしよう。あれなんですよ、トークと握手の間に髪型変えます。だから、ちょっとどっちをどうしようかとか何にも決めてなくて、楽しみにしててください。
なんか今回も早い部じゃなくてありがたい。今日が朝起きられへんねん、ほんまに。ギアルギギアルギギギアル、ありがとうございます。レインボースター100日目ありがとう。うわ、そうや、なんっけ、あ、そう、ベレー帽買いたいと思ってたねんけど、なんかタイプのベレー帽がなくて結局買えずって感じ。まあ明日の服には合わんからあれやけど、まあ後半の方、5月6月の方になんかまああったらって感じなんですけど、あんまりタイプのベレー帽に巡り合えなかったんだ。100日おめありがとう。マシュマロありがとう。なんかさ、前髪ってどんだけ整えても整えても長いのぴょこって出てくるのがほんまに嫌。100日おめでとう。ありがとう、100日経ちました。イエーイ。なんとなくショールームしてたらあれですね、気づいたらもう100日も経ってたみたいで、時の流れは早いなとしみじみ思います。一部から言います、それ気合じゃなくて他のとこ行くからでしょそれって100日おめありがとう。だから今日はちょっとこの微妙な前髪でいきたいと思います。え、てかハーフツイン見えへんやん、どうしよう。一部から、それはね、他のとこ行くからなんですよ、知ってるぞ。100日おめありがとう。明日じゃあ日曜日待ってる。継続偉いでしょう。これからも頑張ります。かわいいリボンつけました。あんまり見えへんが、たくさん褒めさせて、たくさん褒めてね。マシュマロありがとう。空港でホワイトモカ飲むために一部から行く、それは気合いやな。じゃあ一部からやったら4時間ぐらい待っとかないとダメなのでは。頑張ってね、お仕事。100日おめありがとう。100日目おめでとう。ありがとう。これからも頑張ります。日曜日よろしくね。そう、姫です。お、ずっと五分からです。なるほどね。なるほどなるほど。今日かでもほんまにラッキーなことにね、朝ないんですよ、ずっと。わかんない、次回から朝になるかもしれないけど、今回のシングルは大丈夫でした。なんでかね、なぜかお昼過ぎから参戦なんですよ。じゃあ朝じゃないか、言うて一部も11時とかですもんね。朝や、それは早朝です。今日はいつもちょうどいい、なんか五分とかから始まるんですよ。ラッキーだなって思ってるんですけど、ほんまに朝起きられへん。もう顔パンパンのまま出てくるかも。それはない、頑張る。レインボースターありがとう。あ、今日どこ行ったのか。はい、正解は伊勢神宮でした。ずっと行きたかったんですよ、伊勢神宮で。なんか写真撮ろうと思ってたんですけど、さすがに一人でちょっとちきっちゃって撮れなかったです。風景とかの写真はいっぱい撮ってきたんですけど、近かった、一人で行きました。本当にロンリーでした。え、そう、楽しかった。え、何も食べてないです、ちなみに言っとくと。何も食べてない。だってなんかね、まず下宮行って全然何も分からなくて、でなんか全然分からなくて、でもなんか今日がはみ出したいんですよ、人から
なんか反抗期って言ってるよ。反抗期だからはみ出したくって、だからなんか人多くて、しかも人多いところ行きたくなくって、だから人少ないとこに行きたいなって思って、行ったら行き止まりやみたいなことが多々あったり、えこれ合ってますみたいな感じのこともすごい何度かあってびっくりしたんですけど、多分行けたと思います。わからん、なんかどれが結局それみたいななっちゃって分かんなくったんですけど、下宮に行って、人多いところ、とりあえず一番奥のやつお参りして、でバスに乗って内宮みたいな行って、多分それもラスボス的な一番奥のやつ行きました。なんか良さそうです。あのなんかめっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったです。ちなみに言っとくと、やばかった、やばかったです。今日もお疲れ様。そう、なんか今日がもともとなんか結構パワースポットみたいな、パワースポット結構好きなんですよね、前から。パワースポットとかなんか神社とかめっちゃ好きでよく行ってたんですけど、最近行けてなくて、え、三重行ってました。あれ三重なんね。三重でした。楽しかったけど寂しかったな、やっぱり。なんか一人で来てる若い子がおらなすぎて、一人で来てる人は大体 おばさんとかおじいさんとか、こんな10代の女の子一人でおらなくて、カップルとか友達同士とかが多くて気まずかったですけど、力強く行きました。カモがね、っていうかめっちゃ行きたかった川みたいな、見たかった川があって、割となんかポコって行ったらあったんですけど、多分えそうそう、なんかあったのかなって思われるかもしれないですけど、結構前から好きなんですよね、パワースポットが。パワースポットめっちゃ好きね、神社がめっちゃ好きなんですよ。そうなんだよ、三重にいたんだよ。なんか橋渡るにも川がめっちゃ綺麗で、しかも今日めっちゃ天気が良かったから、キラキラしてて川がめっちゃ良かった。しかもなんか木も綺麗で、な木いっぱい生えてて強そうでかっこよかったです。めっちゃなんか森みたいな中に迷い込んで、伊勢神宮ですごい迷い込んで、すごい楽しかったです。森だらけ、なんか木めっちゃ良かった。そう、御朱印さあ、やり、なんか御朱印集めしたいなって思ってて、ちいかわのさ御朱印帳みたいなのがあって確か、でそれ買おうって思ってました。でも今御朱印帳みたいなの持ってないから今日やってなくてめっちゃ後悔した。やっとけばよかったなと。だるまハートありがとう。伊勢神宮に行きました。バリ楽しかったです。なんかリセットされましたね。一人で電車乗るのも楽しかった。でなんかあまりにも、え違う、なんかそう、そっから内宮みたいな一番いいとこ行って、でお守りも買って、ちょっと御朱印だけはできなかったんですけど、お守り買って、で出口みたいな促されて、お100日達成、イエーイ、ありがとう。御朱印入れる袋もあったらよき。巾着みたいな、なんか売ってたような気がする、ね、あ違うかな。100日おめありがとう、パーティーでーす。
楽しかっためっちゃ。やっぱでも一人での方が結構好きなように回れるから、なんかもうずっとキーポーって見たりできるし、なんか楽しかったです。めっちゃ川が良すぎて結構見てた、ずっと癒されると思って。あとカモが泳いでてめっちゃ可愛かったです。めっちゃ綺麗でした。だからマシュマロありがとう、サイリウムありがとう、100人丁目ありがとう、明日初めてキョピの握手行くからよろしくね、嬉しい、待ってるよ、ありがとうございます。あの神社を一人で行くまでは全然良かったんですよ。まあ、ちょっとところどころ寂しいなって思ったり、そのなんか全然分かんなすぎて、えどこどこみたいななっても、誰にも相談できないじゃないですか。ほんまになんか一人でおる人に話しかけようかなって思ったぐらいちょっと分かんなかったんですけど、そのバスのこととか、いや普段バス乗らんすぎて、なんかイコカも使えるかも分からんし、現金もどうやって払えばいいかも分からんし、もうパニックだったんですけど、まあなんとか行きました。で、あ、そうそうそう、神社までは行けたんですけど、その出口に促されて、出た瞬間におかげ横丁にたどり着いて、あ、これが噂のおかげ横丁かと思ってめっちゃテンション上がったんですけども、さすがにおかげ横丁一人はきつくて逃げましたね。おかげ横丁そのスピードで歩く人おらんやろってぐらいのスピードで歩きました。100人丁目ありがとう。楽しかったです。ちょっとさすがになんか若者めっちゃ多くて、若者がなんかカップルとか友達同士とかでめっちゃ食べ歩きしてて、でも今日がもうなんか結構あの強気で朝からあの絶対美味しいもの食べてやろうっていう気で行ったんですけど、そう春休みやからがありえんぐらい人多くて、今日が平日っていうくくりで見てたから、平日やし今日人少ないんじゃないって思っていたけど、めちゃめちゃ人多くてありえんスピード、競歩ぐらいのスピードで駆け抜けましたおかげ横丁爆速で歩いてる人がいたらきょうちゃんです。ハートありがとう。なるほどね、春休みなのか、そういう世間の事情も知らんかな。え、そう、山村さくらおったで、ありました。で、あ、そう、買おうと思って、それはさすがに買おうと思ったんですけど、めっちゃなんか並んでたからやめちゃった。あ、いつも人多いんや、なるほどね。そうですよ、おかげ横丁爆走ネキ100日おめありがとう、爆走したりました。すごいなんか美味しそうなお肉の食べ物とか、危ない、すごい。だから山村さくらめっちゃ多くない？なんか3つぐらい見てんけど、店舗すごい。サインもなんか覗いたけどちょっと分かんなかった。あ、山村さくらだって思いながら通り過ぎちゃった。そう、ちょっと爆走してたから止まれんかった、止められねえってなってました。悔しい。だからまた行きたいです。おかげ横丁はぜひ友達で行きたいな。食べ歩きはね、多分一人でするもんじゃないな、寂しい。お休みメールに送りたいと思います。そうなんだ、取って出しします。なんか公演4連続した後
寝る、ひたすら寝ると思いきや休みの日の方がなんなら動いてるという、逆に疲れました、アクティブすぎて。きょうちゃん、きょうちゃんアクティブすぎるわ、あまりにも。でもすごい充実してよかったです。しかもなんか行きしな、え、そう、今日この話確かしてないよな、今日めっちゃ天気良くて、天気のいい昼間に目が覚めた時、朝方ってか早めに目が覚めたらもう絶対に R&B なんですよ、聞く。だから今日は朝から R&B を聞きながら電車に乗って、なんか携帯見ずに外の空気景色を見てたんですよ。近鉄電車、近鉄鉄道、近鉄特急に乗ってたんですけど、あの景色見ながら R&B 見る、しかも結構田舎景色が良すぎて、もうその時点で結構ね、染みてた。あ、確かに。じゃあ今日の写真も送ってあげよう。いや、マジ写真撮ってないからやめとこう。まともな写真なかった。今日もお疲れー。待って、どこだ、あ、100日おめありがとう、書きましょ、待ってペンが届かない、チャム、島風ってさ、あれじゃない、あの部屋みたいな、個室みたいなやつじゃない、あった、そういえば乗ってないけど、100日、あ、祝か、祝100日、ハッピーキョッピーにしとこう、2024年の3月15日じゃじゃーん、100日おめたわ、ありがとう、100日記念日です、パチパチパチ、これからもたくさん配信頑張りますので、みんな見に来てください、よろしくお願いします。マジでキョウちゃん可愛いでしょ、
ということで今日は100日記念日なのでカラオケもします。何の話してたっけ。いや、伊勢神宮行ってすごい清められたという話でした。あとお守り買ってきたんですけど、なんか水色が良かったんですけど、水色は学業しかなくって、多分学業かなんか、まあ、教科には関係ないジャンルの内容で、だからちょっと学業のお守りはちゃうなーってなって、だから普通のお守りを買ったんですけど、それがなんか色がピンク紫と紺色となんか赤みたいなしかなくって、だからちょっとなんか水色がないならせめてあの SKE のオレンジにしようかなとか思ったんですけど、オレンジすらなくって、で結局なんかピンクとか紫が可愛いなって思ったんですけど、赤にしました。これでーす。ライグーって書いてる。これどこにつけよう。頼みます。なんか赤って気合入るから赤にしました。赤色最近好きやし、今日か、なんか最近赤色の衣装めっちゃ好きなんです。赤です、これは運命です。来たこれ。はい、ということで、そう、赤めっちゃ好きなんですよね。なんか最近あのめっちゃ後付けで言うとあれですしね、あの15周年の衣装も赤やったし、今日かっていうのもちょっと思って、僕赤と思ってちょっと赤にしてみました。きょうちゃん爆売れ確定です。やったー、わーいわーい。赤色わしも大好き。キャンディーマシュマロありがとう。そう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 、昨日ぐらいにそういえばその話してたしねーと思って、赤好きなんですよね。赤色の衣装なのでね、ちょっとほんまにこのお守りを大切に大切にしていきたいと思います。ただお守りどこにつけるか問題なんですよ。今までやったら、まあ、ランドセルとかにつけてたんですけど、ランドセルないからさ、もうランドセル使わんからさ、だからちょっとつけるとこなくって、そう、キュちゃん赤ちゃんだから赤色が似合う。キョウちゃんが近鉄のホームにいたと踏みしめて歩くわ。そうですよ、伊勢駅みたいな、伊勢駅多分あ、そうだから、どこなんか何もその伊勢神宮らしいもの食べてなくて悔しいと思って、帰りの帰りになんかどっかのカフェでカフェラテ買いました。そんだけでもね、なんかそこは参道なんとかみたいな書いてて、写真撮りました。だからちょっとはその現地らしい思いできたかなと。伊勢市です。下宮から行ったので伊勢市で行きました。楽しかった。今日一人でね、なんか見知らぬ地に行くのめっちゃ好きなんですよ。だからオーディションで名古屋来た時めっちゃ楽しかった。あえてなんか遠回りしたもん、帰りね。そう、知らん場所ってめっちゃワクワクするからさ好きなんですけど、でもちょっとバスとかになるとね、分からんけど、電車ならいくらでも乗り継いでどこまででも行けるんですけど、ちょバスが苦手で。次行きたい神社、うわー、今日ずっと伊勢神宮に行きたいって言ってて、だから伊勢神宮行けたから、うわ、あれかも、神社というかあれ、あの
行きたい場所はあそこです、和歌山の滝、那智の滝。てか今日も改めて車運転したいなって思った。だってこういう時、まあ電車乗って行くのも好きやけど、車運転して行けたら楽しかっただろうなって。一人で好きな音楽かけてさ、ドライブ、ドライブってなったら別に一人で全然いいやん。だからちょっと免許欲しいって改めて思いました。頑張ります。おかげ横丁できょうちゃんとすれ違ったら4回くらい振り返りそう。きょうちゃんありえん爆速スピードで歩いてるから多分気づかんと思います。光の速さで駆け抜けます。きょうちゃん一人旅できて偉い。そうなんです、一人旅できて偉いんだ。すごいでしょ。そう、ドライブしたかった。免許が欲しいです。今日も電車に乗りながら、あ、免許欲しいなって思いながら乗ってました。だからね、早く免許ゲットできるように頑張ります。ということでね、ちょっとここで喋ってると時間がなくなっちゃうので、はい、カラオケしたいと思います。買えますように、まに、まあ、早めにね免許買えるように頑張ります。節約頑張ります。免許ください、お願いします。充電がどうなんかわかんないんですけど、今日はね100回記念日なのでね、やっていきたいと思います。車くれそうな人いそう。いないです、そんな人。え？てくれ。最悪、ちょっと待ってよ。え、マジかよ。え、なかった。君と虹と太陽と、なかったんですけど。最悪。え、ショックすぎ。絶対にやろうと思ってたのに。100日おめでとう、ありがとう。なかったんですけども、ということでね、じゃあきょうちゃんの好きな曲歌いたいと思います。もう何か分かる人は分かってそう。え、そう、なかった。ということで、あ、やばい、始めちゃう。私のためじゃない香水は、やばい、ミラーボールつけたい。
私忘れ違う液の光に吸い寄せられた。どう待っていたの、メイクだってそのまま気になっていて、やっぱりさ、ミラーボールがないと始まんない、始まんねえんですよね。虹が出たよ。
歌いたかった。うん。うん、何がいいですか？多分聞かないけど多分要望は通らないけど、何がいいですか？いや、ちょっと一回やばい、でもあれなんですよ、充電がないんですよ。めっちゃ好きな曲、最近よく聴いてる曲です。前から好きだけど、結構あれなんですけど、この空気に合わないんですけどね、このミラーボールっぽくないだけど、いい曲です。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道があるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。息は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてるもの。そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走らないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただ感謝らに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつも何かやめろ。これがいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンスとかかるもの。太陽は沈み星が輝いて明日の背中道を照らすやつよ。
何にしよっかな。最高。何にしよっかな。じゃあ、どうしよう。悩んでいます今すごく。みんなってさ、何が好きですか？みんなって何が好きなんですか？重い曲ですか？それとも可愛い曲ですか？暗い曲、わかる。じゃあ、ちゃんが好きです。おお、ありがとう。ね、きょうちゃんはね、重い曲が好きなんですよね。今日は君と虹と太陽と歌えなかったからダメだ。悲しい。お手は悲しい。重い曲ですよね。わかる。かも、重い曲が好き。もう重い曲って言ったらね、もうイコラブさんなんですよ。じゃあ重い曲にしよう。100回記念に重い曲ばっか歌う人になろう。こんな気持ち二度とないでしょう。好きはゴール知らずに走る。ありがとう。もう会わない。今もまだ思ってる。7時ちょうど発の電車、強い雨の日だけ乗ってくる。こっち見てはにかんだ顔、3年経っても覚えてるよ。あ、もう待ってくれた赤いワンピースは次の予定を待っているの。夜だって雨は降ってるのに、医療目君はいないね。ねえ、望んでた街で
ちに届かないでしょう。月はゴール知らずに走る。ありがとう。もう会わない人。今もまだ思ってる。難しい映画やコーヒー全部君が教えてくれたね。好きなものを話す時のまっすぐな眼差しを思い出す。枯れ葉踏まれどこなくなる。生きたかけらさえ残さないね。神様どうか伝えてください。君は綺麗だったと。もう無理なんてことは分かっているのに考えてしまう。もう一度抱きしめて。涙が止めた理由は雨に紛れられる。強く振って柔らかい笑顔の腹に細く手を伸ばす指先にかけられた切ない魔法は解けないまま Just 秋の風に目がくらんで気分とまた盗んだ時思い出よ記憶から絶対にさカラオケに入ってなくてさ悲しいんですよね。これにしよう。え、ないまたもうなんで。マジ京香が好きな曲って絶対なくて無理。もう無理だ。こういう重い重い曲が大好きです。え、もうないよ。これにしよう。
紹介します。歌ったことあるかな。うわ、ないわ、終わった、なかったです。うん、なかったです、残念ながら。もうきょうちゃんの好きな曲は絶対にカラオケにないです。もうなんでですか。なんでですか、本当に。なんかこれ歌おうって思ってたものがあったんですけど忘れちゃった。じゃあこれにしてみよう。
なになに、確かにフェス公演好きって言わずに探した方がいい。確かにきょうちゃんの好きな曲ないもんな。確かにそうしたらいいか。マジでないんですよね、きょうかの好きな曲って絶対にないんですよ。ということで何にしましょうか。今何歌ったっけ。デモデモか。早い曲ちょっと歌えないんですよね。何やろ、やばい決まらん、やばいもうない、助けて。たくんありがとうございます。やばいもうない、ひょうちゃんが歌いたい曲ない、泣ける。じゃあちょっと、じゃあ乃木坂さんの曲にしたいと思います。の何でしょう。じゃじゃん、またミラーボールらしくないとか。人は頭ではなく心で生きている。
その一枚の葉っぱは歩道の地面どこに着地するのでしょうか。この世界に生まれてきた理由なんて思い浮かべはしないけど、きっと導かれてる。彼と彼女出会うたび、さりげなく微笑んでたこと、一緒にずっと気づいていたけど、私まで幸せだった。出会いがもしも早かったら、僕の始まったのでしょうか。そんな探して余計に辛くなってしまう。出会いのカップルが揺れて、もう言わせてあげられたらいい。醜くはなりたくない、考えないようにしてるけど、好きで好きで好きでずっと喋り続けたり、突然たまり込んだり、どこか不自然になってる私。絶対に刺させて何も考えないでいるから、君にはなっちゃいけない人、あの時自分で決めたのに、あなたのことばかりいつも考えてしまう。感情なんて制御できない、なんでさ思い出以上ないの？うま、だるま、ハートありがとう。キャンディーハートありがとう。きょうちゃん尊いですか？何にしよう、まあ、あとね20分しかない。
懐かしい。これにしよう。うわ、やばい、あと19%しかない。耐えかな。途中で切れたらそういうことで、途中で急に終わったらまあそういうことってことで。ちょっとね、そろそろ SKE の曲を歌いたいと思います。鉄腕の曲と制服の目の曲はないのでできないです。街は伸ばせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちは何か始まるのかな。一度ままで海へ行って、何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に星スニーカーの話をしている。旅行バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君をかばう。僕は不器用太陽、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。流し見るとこ何が痛いとか、潮風に吹かれ何よりこれもいいかな。君の一番近くにいるんだから、そんな僕の弱気に透かして、尖らせた君の唇。僕は不器用太陽、出会った時から心で燃えるだけ、じっと動けない臆病太陽。近くに行ったら大事な君まで消えちゃいそうでダメだ。好きなのに好きだけど、
た言葉にできやしない消極的よ。恋する季節がもどかしい感じでじりじり暑いだけで思い出してエモい気持ちになる。懐かしい。えてかサマステ見てた人いますか？この中に。おととし。もう2年前になるんですけど。だからもう全然振り覚えてない。懐かしすぎる。この感想がマジで一生できひんくて合わへん。難しかったやつ。懐かしすぎるんやけど、やばい、もうほんまに楽しかったサマステ、やば、懐かしすぎ。てか思い出以上歌わせて思い出以上歌わせてください。そう、これは10期6人だけでやったやつです。もう次で最後にします。じゃあえ、グローリーデイズあるやん。え、なんで？やばい、早くしないと。無理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 。これにしよう。やばい、待って、間に合わんかも。あれやったら途中でやめるかも。はい、これです。なんとなく、遠くから眺めてる夜空。
はできないけれど、ちょっと勇気出せないかな。誰かのこと好きになると本当の僕じゃなくなって、自分も嫌いになるよ。君を独り占めにしたい、そんな自己中の思いに全てが気になる。こんなに好きだというその気持ちをどう表現すればいいか、僕には何もわからない。だから勝手に嫉妬して、ただ思いに切なすぎて何度も落ち込んでしまう。もう恋なんかしないと誓ったのに好きになっちゃった。間に合いました。ありがとうございました。あと3分でした。はい、今日は100日目配信ということでね、多分1時間半ぐらいやったんですけど、全然時間が足りなかったかも。お、ファインヒート、ちょうどね、今日も今日薬局行って買ってきました。じゃじゃーん、ファインヒートくんです。ひょうちゃんいつも青色のやつ使ってるんですけど、薬局行ったらなんか緑色のやつも売ってたので買ってみました。これ使ってみたいと思います。じゃあね、100日目ありがとうございました。これからもね、ちょっとできるとこまで頑張ってみたいと思いますので、見に来てください。そして明日からトーク会と握手会が始まるので、みんな会えるのを楽しみに待ってます。会いに来てください。よろしくお願いします。じゃあランキング見ます。13位犬、12位猫、11位ゆきさん、10位 STU の方、9位きょうちゃん、8位きょうちゃん、7位はペンギンさん、6位きょうちゃん、5位きょうちゃん、4位きょうちゃん、3位きょうちゃん、2位赤い男の子、1位きょうちゃんでした。ありがとうございました。ついにね、明日から始まるので、みんな明日から楽しみましょう。待ってます。かわいい服着て待ってます。おやすみ。ということで、100日目配信でした。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。これ使おうかな、今日。じゃあねー。